やはりこう経験値が少なかったりすると、やっぱりどうして何を接種したらいいかとか、あの、わからないことってすごいたくさんあるんですけれども、でも近くにコーチだったり、家族だったり、もしくは色々従事者の方が近くにいたら、こう的確なアドバイスとか行動が取れると思うので、そういう方々がいると心強かったりとか、あの、適切な行動が取れる一つになると思うので、そういう支えというのは大きいなと思います。 まめに声かけをしてもらったりとか、ついついこう、競技で集中になってしまって、忘れることって絶対人間なのであると思うんですけども、やっぱり行った時に、きちんと自己管理をしておくようにっていう、そういうリスクが隠れてることもあるので、そこで随時、やっぱり言うこと、こう伝えてもらうことで、アスリートがハッと気づいて、あ、こういうことをしないといけないなっていうのをインプットする。 をして、あの、管理し,していくと思うので、そういうなんか必要最低限の短い言葉で伝えてもらえるっていうのは、アスリートとしてもすごく入りやすい、あの、気をつけるポイントかなと思います。やはりこう、アンチトピッピングの講習を受けているっていうこともすごく前提で、まそれがあるからこそ、選手が、あ、こういう選択肢があるんだっていうことを学んで、それをこう実行するできることが多いっていう声も私、あの、実際身近では聞いているんですけれども、でも、それ以外でも、 あの、関わる、普段がかかるコーチが、常日頃、こう、なんていうか、選手の状況を見て、あの、忘れてないか、だったりとか、気をつけるっていうことをピンポイントで言いながら、そのコーチ自身も気をつけている、普段から気をつけているっていう姿勢がやっぱりわかるからこそ、あ、自分たちもやっぱり気をつけないといけない。これだけ、もう注意して、こう、あの、気を使ってくれて、 あの、くれてるのに、やっぱ自分たちもきちんとしなくちゃいけないよねっていう気になるので、やっぱそういう、その周りのやっぱり姿勢が、やっぱりアスリートにも影響するんじゃないかなと思います。サポートスタッフの方も自分ごとのようにというか、やっぱりこう、きちんとこう、リスクがないような形で、サポートしていきながら一緒になってこう作り上げていく、それがあのスポーツなのかなと思います。